はい、皆さんこんにちは、葉月光栄です。こんにちは、玉木です。はい、葉月のショー with T ということで、今日もよろしくお願いします。はい、この間ねちょっと前ですけど、まあ、ほら、この緊急事態宣言が明けて、こう学校も始まってるじゃないですか。そうですね、やっとなんか小学生ね、1年生、ピカピカのランドセルで初めて登校しましたとかってやってましたよ。ねえ、お友達にやっと会えたんですね。そう、いやいや、それもなんか、インタビューしてたけど、お友達に会えたとか、お友達になった、みたいな、時間がなかった、どういうこと要はその、接触しちゃいけないし、お友達と喋っちゃいけないし、それですぐ帰りなさいだったから、全然時間なかった、できなかったって言って、いやそうだよねみたいな。なかなか難しいんですよ、お友達作りね。だってソーシャルディス、あのスタンスってか、あの距離取らないといけないし、接触しちゃいけないし、ねえ、それ友達できんやろ。できないね。でそれでね、その後にまた別のニュースだったんだけど、そのなんか福岡の方で、なんかその市だったかな、町だったかな、ちょっと忘れたけど、その全部のその、地域の小学校と中学校に、の全員にフェイス、あのシールド配ったんだって。で授業中は全部基本的にそれを着用することを義務付けるんだって。で もちろんみんな全員マスクしてんのよ。のかつマスクの上にオンよ、シールドオン、シールドオン。ちょっとよくわかんないけど。えでもそれって全生徒ですよね。全生徒、あの先生ももちろん。あですよね。でも今からほら時期的に暑くなるしね。めっちゃこの中曇り。曇るよね。曇るし、なんか曇りガラスの向こう。なんか最近の回すね。回すね。なんか楽しそうですね。そうだ、もう楽しいのよ。普段人と喋らないから喋れると楽しいのよ、本当に。みたいな。大丈夫？ちょっとおかしいね。いやでもね、テンション高めでね。そう、なんかハイにちょっとなってる、なんか今ね。嬉しいですね。嬉しい。いやでも大変ですね、今から夏だし、もうそれこそ熱中症だったりとかね、また違う心配が増えるかもしれないけど、でもやっぱ第2波ってくるよね。これね、いや第2波っていうかね、僕からするとね、もうそれもう完全になんか新しい波でしょって感じ。ああ、もうだって世界が違うもんね。フェイスシールドみたいな、マスクって、マスクって知ってる？もともとなんかあの奴隷に喋らさないようにするためのもんっていうのが起源らしいよ。はい、あの、ね、こう、まあ、口に何か加えさせて、もうそのなんかもう水しかやらないとか、そう、まあ、いわゆるちょっと拷問的なグッズが、まあ、もともとのそのなんていうのかな、あの起源らしい。だからなんかね、そういう意味では本当に全員マスクしてるってやっぱり。そういう意味ではほらやっぱり海外は、あのそういう、まあ、文化っていうか、まあ、ヒストリーとしてあるじゃん、あるのね。で日本はないのよ、日本はそもそも日本の中にあの奴隷制度とかいうのがないから、だからその奴隷に対してそういう拷問をするっていう文化もないわけ、基本的に。でも西洋はそういうのがもともとあったから、それに対してやっぱり それがね、まあ、どこまで残ってるか分かんないけども、そういう、そういうこう、まあ、あの DNA っていうか、あの潜在的なものが残ってるから、多分マスクにすごい抵抗あるんだろうなと思う。分かるって感じ。なるほど。日本人は別にあんまりこう抵抗ないじゃん。ね、むしろなんか日本人しかしてないとか ね海外とかね。そう、だからもう海外からするとそういうベースがあるから、なんかすごいキーに見えられる、なんか自らマスクするってなんかおかしいんじゃねみたいな風に思われるっていうのはそういうところもあるみたいな。ちょっと小ネタでしたけどね。いやでも全然もう見るし、ね、景色が変わりますよね。そういう風にこうフェイスガードなんシールドとか、お店でもそうですしね。ね、まあ、だからね、結局これがまあその新しい世界の一つの形なわけよ。それを採用するかしないか、
いやなんか、まあ、それこそ一人だけこう、まあ、そんなのやってらっけみたいな風にするっていう子もいると思うし、うんうん、まあ、そもそもなんかそんなかったるいんだったらもう学校行かねえよみたいな子もいるかもしれないね。でそれはもしそのもうこんなかったるいんだったら学校行かねえよっていう風に決めた子は決めた子の世界が始まるわけだから、別にそれがいいとか悪いとかいう問題じゃなくて、それがまさにパラレルワールドだから。でも日本人っていうのはそういうこうやっぱり村八分じゃないけどみんなと同じじゃないのに外れるっていうことに対してすごいやっぱ抵抗感あるじゃん。でもねこれはねこれから本当にそこはやっぱりよくみんな考えた方がいいねって感じ。本当にそれでいいのかなみたいな。僕はやっぱり今このねこういう状態になって一番感じるのは本当に今の教育の仕組みで、その高校があって大学があってみたいな、いやいるかみたいな、まあまあね、結構言ってますけどね、この間も言ったけど、いるか本当にみたいな、だから何しに行くのって言ったらその集団生活が楽しいとかさ、その部活動が楽しいとか、だったら部活動だけでいいんじゃねみたいな、例えばよ、わかんない、だってね、たまちゃんもそう、まあまあ、たまちゃんは違うかもしれないけど何その言いかけて違うと思って、ね、いやいや、僕少なくとも僕だったら、その高校の3年間と大学の4年間ね、で学んだことで今役に立ってることほぼないもんね。あるナンパでしょ。あ、そう、役に立ってんのはそうですよ。それ授業じゃないじゃん、別に。今、授業の話をしてるわけ。いや、留学行ってたな、みたいな。え？そうですね。でも、やっぱりこう、友達、学校で学んだっていうのは、やっぱ人間関係のその、学びかな、ですよね。授業っていうか、こう、教科としては、まあ、これとかいうのは別に研究してたわけでもないですしね。なんか役に立ってる？効果、効能、どうですかね。まあ。あれわかんないな、まあ、結局今 の, その社会の中で言えば本当に普通に文字書き、あの読み書きができて、ある程度計算ができたら、もうその難しい計算は本当にね別に電卓でいいじゃんだし、別にその、まあ、歴史もそんなに詳しくなくてもさ、なんかあ大体こういうことがあったのね、今だったら調べたらすぐ出てくるし ね、別に覚えなくていいじゃん、昔みたいになんかこんなんで、いい国作ろう鎌倉幕府とか、今そうじゃないんだよみたいなふうに言われるんですけどね、よくね、その今そうじゃないみたいなんですけどね、だからそういうのを覚える意味どこにあるのみたいな、まあね、なんか受験のための勉強みたいな感じになっちゃうね。もう完全に受験勉強だから、その結局そんでゴールがいい会社とかでしょ、でそのいい会社がもう今はもう崩れちゃうからね、確実に、だからそこを考えると、そのもうなんかゴールがそう崩れるのに、なんでそのそこへ目がけてなんで走ってんのみたいな、そこはねなんか本当になんかよくこう疑問を持った方がいいんじゃないかなっていう気がするんだよね。でそれはやっぱりほらお子さんはなかなか判断できないから部分があるからね、まあ親がその行きなさいとかやめなさいとかいうのもまた違うと思うんだけども、その選択肢を持ってないと、こっちもありだしこっちもありだし、そういう考え方もありかもしれないねっていうふうにこっちがそう受け入れてあげないと、そんなもん学校行かんでどうするみたいなふうになっちゃうと、いや本当にいるみたいなことになるんじゃないのかなっていう、今それがねもう本当にね瓦解してるっていうか、崩れていってるっていうか、もう今これからね、これもあの言っときますけど、あの皆さんがね本当にびっくりするようなことがいっぱい起きてくるから、えマジかみたいな、そんなことやってたの、そんなのあるのみたいな、もう絶対いっぱい出てくるから、いやもうそのほらちょっと前のあのなんだっけ、あの検事長さんの話なんかもそうだけどもさ、なんかあれ今黒川基準っていうらしいけどね、基準になっちゃったんですか、そうそう、僕はほら麻雀好きだから、その麻雀掛け麻雀で捕まっちゃったみたいな話で、でもなんか一応政府の中ではまあそうは言ってもレートは低いんですけどみたいな、そうじゃないでしょ、天秤ですけどみたいな、そういう問題みたいな、だから今も麻雀好きの中ではねもう黒川基準、なるほど、でそれはもう政府、あ、なるほど、かけとがくじゃないみたいな、だって検事長さんなんだもん、
検事ってその取り締まる側でしょ、うん、その取り締まる側の一番偉いトップが、うん、まあ結局お咎めなしみたいな話だからってことは正義ですよ ね、それはもうなんかそれこそ僕が弁護士だったら絶対そういう判例出すと思う、うん、それなんでダメなんですかみたいな黒川基準なら仕方がないまあそら仕方がないそら仕方がないみたいな風になってもおかしくないよねと思う。だから そういうこうなんかまあ今まで信じられたような常識みたいなものがもっと崩れていくし、多分ね、まあ、これもね僕ね勉強したんだけど、うん、昔で言うとね本当になんか産婦人科さんとかもすごいもうなんか暗い部分があるんだって、うんうん、あの そういうの一回勉強して、うんうん、実際に産婦人科さんの話も聞いたりもしたんだけども、はいはいはい、いやこんなのは絶対こんなとこで言えないって感じ。そのまあ病院の裏側ね、前、うんまあ、もう、うん、ほらちょっと言ったけど食品の、うん、加工物、うん、加工食品の裏側で、うん、そういうこうなんかね添加物入れてもうどうやって持たすかみたいな、うん、でもうどれぐらい入れたらマウス死んじゃうかみたいなのをこう一生懸命研究してるとか、うんうんうんはい、まあそういうのも、まあ、たくさんありますよね。だからもう いわゆるもう光があったら必ず闇もある、闇もあって光もあるって話だから、うん、どっちもあるのよ。でそれが今ねこうやって光がどんどん強くなってきてるから、うん、当然闇の部分もやっぱり強くなるわけ。だから闇もこう闇がうわーっとこう出てくる。なるほど。でみんなびっくりして、みたいな、うん、そういう意味では日本人は本当にまあなんか基本いい人っていうか、そうですね、基本ぼーっとしてるっていうか、うんまあね、基本性善説を採用してるから、うんうんうん、そんなひどいことはないんじゃないって思ってるかもしれないけど、うんうん、どうかなっていう部分もある、うん、がどんどん出てくるわけですね。出てくるかもしれないね、うん、でその時にやっぱりこうなんかジャッジしないっていうことがすごく大事なわけ。なんか分かってるけどついついジャッジしちゃいそうですよね、うん、で究極のね問題解決っていうのがあって、はいはい、究極の問題解決法っていうのがあって、はい、まあ普通はやっぱりな何が問題、あ例えば何が問題ですか、たまちゃん。たまちゃんが今抱えてる問題は何ですか。問題は何ですか。何もないの。問題はない。え話進まんな問題。じゃあ先生の今の問題なんですか。もうすぐそうやって人に振るでしょこの人ね。ずるいよね、本当に頑張って。毎回やるんですか。やらない。問題なんだ。ないの問題別に。なんだろう、あそう、問題が。いやまあ例えばほらなんか何でもいいんだけど、うん、こうまあ痩せたいとかさ、ね、まあ例えばよ、もっとお金が欲しいとかね、なんかもっと休みが欲しいとかいうのもそうかもしれないし、なんかもうちょっと足のむくみを取りたいんですけどとか、もうほうれい線を消したいんですけどとかいうのも問題かもしれないし、な、仕事でこうやり取りしてて、まあ、あの人あんまり好きじゃないんですけど、なるべく変わってくれませんかねみたいなとかね。まあ、か問題ってなるとなんかすごくこう大掛かりなことを想像しないといけないなって。なんかちょっとこうやっぱ思う。あ、そうなのね。たまちゃんの中の問題の設定はそういうことなのね。そう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 。そういう、まあまあそれももちろん問題だけども、うん、そうじゃない、もっとちっちゃなことでもあるじゃん、いろいろ、うん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 、こうなったらいいな、でもこうならないなみたいな、うんうん、ね、うまくいかねえなと、思い通りにいかないなっていうのがあるでしょ。でそれがまあ問題なわけね、うんうん、でそれを解決するためはものすごい簡単なの。もう一発で解決できるわけ。何普通はその問題が起きるとその問題をどうにかしようとするのよ、うん、当たり前じゃん。これを解消しよう、うん、これをなんとか自分の思い通りにしよう、な、うんとかあのこのそれをなくそう、うん、あるいは超えよう、うん、なんかこうクリアにしよう、解決しようとするでしょ、うん、する捨てちゃう、うん、それを解決しようとしない、うん、だから問題はその思い通りにいかないことを何とかしようとするからそれが問題なんですよ、うんうんうん、だからそれは思い通りにしようっていう思いを捨てちゃうと問題はなくなっちゃう、うん、わかる？うん、わかる。問題なんかないじゃん、うん、自分がこうしようっていうのが特にないんだから、うん、へーっていうしかないよね。来たものは全部へーなんです、うん、だからもうこうじゃないといけないって思うから問題が起きるんです。で別にそれはね悪いわけではないのよ、うんうんうん、あのそれをちゃんと自分が認識してたらいいんだけども、それはねなんで問題になってるかっていうと、それはあなたの問題なんです。
まあ意識ですよね、あなたが作ってるんですその問題を、うんうんうん、そうじゃないといけないって思ってるあなたの問題です、うんうん、だからそこに気づいたら、うん、あそうか俺が作ってるんだったらじゃあその思い方こうしなければならないっていう思い方を消しちゃうとなくなっちゃうねっていうことなんですよね。だからそれはもう本当に考え方一つだからもうそれ訓練です本当にトレーニングだと思うから、うん、そのトレーニングができるようになるとほとんど問題がなくなっちゃう。なるほどね。でだからその、うん、まああの問題が起きた時にぜひねちょっと覚えておいてほしいんだけどこれの何が問題かって自分に聞いてほしいのね。うん、あまあ例えばそのさっき言ったみたいになんかほうれい線を消しましょう、うん、それの何が問題ですかって、うん、いや だってなんか嫌じゃん、うん、っていうあなたの考え方が問題を作ってます、うん、このほうれい線がとっても素敵チャームポイントって思ったらもうその時点で問題がなくなっちゃうわけ、ねうんうん、でしょ、うん、っていうのが全部そうなのよってことなの。だからそこも本当に古い価値観を僕たちは植え付けられてるから その古い価値観に気づいてそれを、うん、あそうじゃなくてもいいかもしれないっていうふうに捉えられるかどうかでこれからの世界新しい世界の生き方の生きやすさが全く変わってくるから、うん、ぜひこうじゃないといけないっていうことを、うん、なんか、まあ、ちょっと疑うっていうか本当にそうなのみたい な、うん、なさっきのね一番最初に話したそのフェイスシールドも、うん、本当にいるのみたいな、うん、いるみたいな。でそれをどうしても、まあ、学校が強要するんだったらそのもう学校行かないっていう手もあるかもしれないって別にそれを進めてるわけじゃないけどね一つの考え方ね、はい、いろんなバリエーションがあるんだよっていうことで、うん、そうじゃないといけないっていうことは何にもないんだよっていうことをね、うん、今日はちょっと皆さんにシェアしたかったなっていう。なるほどね、はい、分かりました。はい、はい、ということで、ということで今日はこれで終わります。どうもありがとうございました。